どうもカマスです。今日は以前も紹介したワールドカップの歴代公式球を切り比べしてみたいと思います。前回も、無回転とカーブと、軽く蹴ってみたんですけど、改めて、カーブと無回転とできれば縦回転も、蹴れたらいいかなと思います。前回もそのボールの特徴を紹介したんですけど、その中でジャブラニとチームガイストは無回転の変化が大きいということで、そこも合わせて比べてみたり、カーブがかかりづらかったり、カーブがかきやすいボールがそれぞれあるので、試してみたいと思います。
まあ、蹴ってみましたが、動画で見た感じどうでしょうか。まあ、蹴ってる側としては、まあ、チームガイストとジャブラニは、まあ、もちろん無回転に蹴りやすいっていうのはあるんですけど、意外とブラズーカも蹴りやすくて、ただまあ変化が少ないのでボールの軌道安定性があるんじゃないかなというふうに思います。ジャブラニに関しては無回転を蹴ろうとしてない時にも無回転になってしまうっていう感じなので、そこはまあ扱いにくいかなというふうに思います。なのでまあ無回転を蹴ろうとしてまあ大きい変化を蹴りたいのであれば、やっぱチームガイストが一番無回転になりやすく変化もあるので蹴ってて面白いかなというふうに思います。